ドイツ語、フランス語、イタリア語版の第1巻から第3巻、スイス歴史辞典は、スイスの歴史に関する百科辞典である。スイスの歴史研究の進行を目的として、編纂されている。スイス人文社会科学アカデミーと、スイス歴史学会が講演する財団が発行しており、国家予算で編纂、発行が行われている。編纂は、マルコ・ヨリオが率いる40人のスタッフが、 100人の学識経験者と2500人の歴史家と100人の翻訳家の協力のもとに行っている。スイス歴史人名辞典、ビクター・アティンガーが1921年から34年にかけて編集した辞典をもとにしてスタートしたプロジェクトである。フランス語版の半革命保守主義の高度ツ語、フランス語、イタリア語の三カ国語版の編纂作業が同時に行われている。 2002年に3カ国語版それぞれの最初の巻が同時に発行された。以降、1年に1巻ずつ発行された。また、これから抜粋して2巻にまとめて、歴史コンエストリックレティックというロマンシュ語版が発行された。以下の事柄について約4万項目を網羅している。人物名、家系名、地名その他発行はアルファベット順に進んでおり、2014年までに ドイツ、フランス、イタリア語版がそれぞれ全13巻として完結した。1998年からオンライン版が公開されている。誰でも自由に記事を閲覧でき、すべての記事が印刷できる体裁になっているが、図版はない。約4万のすべての項目がリストアップされている。ありがとうございます。